後半編は伝えたいことといったところに行くんですけど、道は開ける、先でちょっとポロッと出てきましたけど、はい、その道は開けるとテーマでちょっと話していこうかなと思うんですけど、はい、はい、お願いします、はい、あの道は開けるっていう本が僕はもう本当に大好き で、うん、はい、で道は開けるっていうと、本を読まれてる方だと基本デール・カーネギーさんという、はい、あのすごい有名な、ね、あの海外の本が出てくるんですけど、はい、僕はその本を、模して書かれた、斉藤ひとりさんと、長松茂久さんっていう、その当時、夢天まで届けっていうたこ焼き屋さんとね、居酒屋の日向屋っていうところされている、うん、しげちゃんっていう愛称の、まあ、長松茂久さんが、経営っていうかね、人生にすごく悩まれた時に、うん、斉藤ひとりさんと出会って、失業としながらこういろんな自分の自己成長とか気づきをね、高めていくっていう本があるんですけど、はい、ね、もうこの本を本当になんかこう断るごとに、困ってたり迷ってたりする人にこう自分がいつも持ってたりあげたりしてたんですけど、うんうん、この本がなければ今の自分はないなと思うぐらいすごく、うん、救っていただいた。その本の名前が、まあ、斉藤ひとりと長松茂久の、まあ、道は開けるっていう本ですけど、うん、はい、この中に、すごく人生の、まあ、さっき言っていた大きなことを狙う必要はないとか、うん、目の前の人に全力を出し切ることさえできれば道は開けるっていう言葉が書いてあるんですけど、うん、まあ、一つ大きなことを狙う必要はないっていうところを例えば出してみると、うん、大きなことを狙ったとします、うん、例えば、金メダルをしないで絶対取るとか、うん、トロフィーを取るしたとします、うん、で目指す人が100人いたとして、うん、これ叶う人は1人しかいない、うん、で思いの強さとかテクニック、うん、いろんなもので決まってくると思うんですけど、基本的に99人が負けるんですね、うんうん、思いは叶わない、うん、でも自分たちが生きている人生っていうフィールドはそんな小さなものではないんですよね、うん、トロフィー1つや金メダル1つでは人生は測れない、うん、でも99人のうちおおよそ、ね、7、8割の人が喪失感とか、うん、こう例えば何ですか、すごい絶望感、うん、絶望感、うんうん、喪失感とかね、劣等感を覚えたりするわけですよ、うん、でもそんなことを思う必要が本来はないんですね。目指したっていうこととか、うん、挑戦したっていうことに輝きを持てばいいんですけど、うん、それがなかなか難しいと、うん、だから、まあ、そこの本の中には僕もすごく大切にしていることがあって、そんな大きなことを狙わなくても幸せになれるよと、うんうん、ただこれは大きなことを目指す必要がないと言っていることではなくて、うん、小さいことを積み重ねていくと、うん、やがて大きなものにたどり着くようになるんだと、うん、いうこと、うん、でほとんどの人がね、やっぱり上に上にどん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 こう積んでいくっていう、うん、なんですか、功績の上げ方っていうのを知ってるんですけど、うん、やっぱり他の方法っていうのがあって、やっぱり上に1個上がった時にお世話になった方に返すとか、うん、でこれを繰り返していくと、うん、自分についてきてくれた方とかいろんな方 もう上に行った時にみんなに返すようにこうしていく、うん、そうなると上上だけを目指してる人ってのね、どんどんタワーになるんですよ、うん、上に上に上に行くね。ただ、うん、バベルの、ね、塔と一緒でやっぱり横揺れにも弱いし、一つの上全部崩れてしまうんですよ、うんうん、でもやっぱり見てきた中ですごい安定感がある、魅力がある人ですね、うん、っていうのは上に上がったら下に入れて、うん、上に上がったら下に入れて、うん、ありがとうね、おかげさまだねっていう、こういう時間をすごく大事にしているな。うんうん、なのでこれを繰り返すとどうなるかというと、うん、知らない間にとんでもないところまで行ってたりするんですよ、うんうん、大きなところに行ってたりとか、うんうん、だからこう何ですか、その小さなことができるって本当にすごいことで、うん、それを続けられるって本当に素晴らしいこと、うん、でこの続けるためのモチベーションっていうのはどこにあるんですかというと、あなたのその好きとか、情熱とか感性の中にこそあるんですよね。うん。うん。うん。だから全ての原点が、うん、自分が素直でいる。うん。あなたのことが好きだとか、うん、僕はあなたのことがちょっと苦手だとか、うん。僕はこういうところに行くと元気が増えると、元気になる、うん。
あそこに行くとなんかこう不自然な感じになるんだよなっていう、あなたの中の、大切な情報っていうのをやっぱり大切にして、うんうん、でそれが道しるべになってあるべき場所にたどり着けるはずなので、うん、仕事でも出会いでもパートナーでも、うん、そういうのが、道は開けるの、もう万人に共通する自分自身の魂とか、まあ、運命との、ね、向き合い方、出会い方なのかなと思ってますかね。なんかあれなんですよ、多分感覚的に言うとこう体からシグナルが出る、はい、それをなんかこう純粋にちゃんとこう捕まえたり、あそうやんなって聞いてあげたら、それにこうどん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 こう敏感になってくるけど、これを見ないふりしたりとか、うん、シグナル出てるのにまあまあちょっと待ってとか後回しにしてると、これが、うん、このシグナルがどんどんこうなんか鈍ってくるというか、だんだんこう、はっきり出てこなくなる。そうしたら、あれ自分って何が好きなんやろうとか、何が向いてんねやろう、うん、このシグナルが出てくれなくなってくる。そう。バグっていう、そう、バグっちゃうのね。バグが出るんやろなって。エラーというか。ね、もし機会があれば、うん、今のそのシグナルについて、武田和平さん、はい、ね、卵ボーロの、武田製菓の、もう亡くなられたんですけど、和平さん、武田製菓のね、愛知県の方ですよね。そうです、はい、はい、お墓も あるんですけど、うん、その武田和平さんに、実は和平さんが生前からすごいエベスさんを、これ、うん、和平さんのメダルなんですけど、はい、その武田和平さんが、本当に、伝えたい真実の、お話だったかなという、うん、まあ、本がちょっとタイトルが違うかもしれないんですけど、うん、でここにもうねはっきりと書いてあるんですよ、うん、その、まあ、お金っていうのは、まあ、夢幻だとか、うん、今のその人には、必ず一人、一つその天とつながるチャンネルっていうのが用意されているんだと、うん、そう、だから今その、ね、いろんなところでブラウン化の先にいる人とかスターダムにとかスーパースターである人っていうのは、うん、早くして、まあ、それが早いか遅いかは別として、うん、どこかのタイミングで自分の持っているいわゆるチャンネルですよね、うん、こうとつながる場所っていうのを見つけた、うん、でそれを、少なからず続けられている、うん、で発信している振動数がどんどん強くなってる。なのでそれはもうみんな全ての人の中に何かしらのチャンネル必ず備わって生まれてきてるんですよ、うん、で、うん、ね、やっぱり陰と陽、うん、日々の学校にもあるですけど、うん、このマークにもあるように、うん、ね、神の表と裏があるように、うん、必ず嫌っていう気持ちの反対には好きっていうのは絶対入ってるはずなんですよ、うんうん、だからめちゃくちゃ好きっていうのがある人はめちゃくちゃ嫌いがないとおかしい、うん、だから今すごい大変だっていう気持ちにある人っていうのは、うん、この反対側に隠れてる場所、うん、ものが必ずあるはずなんですよ。で、おそらくそこから非常にかけ離れているところに例えばいたり、かけ離れていることをやってるってなった時に、うん、心のシグナルが伝えてるわけです、ね、そこじゃないよ、そっちじゃないよ、うん、で、そこをどんどん合わせていくと上がっていくっていうね。ブランコの法則ってやつですよね。あ、そう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 、うんうんうん、めっちゃ悲しいっていうことを経験できるからめっちゃ楽しいも経験できるっていう。そうですね。うんうん。だからブランコと一緒でこう触れるので人生っていうのはね。そこをしっかり感じようってことですよね。大事ですね、秒数として。いや、まだまだ喋っていけそうなんですけど、はい。じゃあ僕から今度ちょっと、匠に質問っていうコーナーをしていこうかなと。お願いします。はい、思います。まず1個目。どのタイミングでもいいので、自分に、今の自分が声をかけるとしたら、何歳の時の自分にどんな言葉をかけてあげたいかなと。あー、なるほど。はい。はい、これはですね、楽器屋さんに就職したんだけれども、うん、思い通りにいかない。うん、こう、なんですか、自分が思い描いてた未来と、こう、ね、ギャップがあったりするわけです。うん、でその時に、僕は、なんていうの、まあ、倒れてしまうんですね、うんうん、こうなんか描いてるものはあるんだけど、うん、そうじゃないっていうのってやっぱ続けていくうちに自分の中でこうなんかこう溜まってたんですね、うん、疲れというか、まあ、いろんなものが溜まってたんですね。でそれでまあちょっとパタッと倒れてしまった時に、う
何でしょうね、まあ、別にそんな大きな別に病気とかそういうものも全くなかったんですけど、うん、まあ、とりあえずちょっと安静にしましょうっていうことで、うん、まあ、病院に運ばれるんですけど、うん、その時こう見た、病院の何ですか、天井の明かり、うん、コロッとこう寝込んだ時に、うん、見た時にすごく悲しくて涙したのを覚えてるんですよ、うん、やっぱりこの自分の中でいろんなことに打ち込んできて夢中になって打ち込んできたはずが思い通りにいかない、うん、それがこれかと。でも周りはいろんな就職してたりとかいろんなことがあったわけですね、うん、だからまあ出遅れてる感とかもしかしたらあったかもしれないし、うん、そうでももう今自分の現人生現時点、うん、まあ7人暮らしになりまして、いろんなこと挑戦したりやりたいことさせてもらってるっていう環境をから振り返ってみたときに、うん、今もう一言、大丈夫、うん、君はもうそのままで行ったらいいと、うん、確かにストライクゾーンは小さいかもしれない、うん、あなたが活躍できる場所っていうのは普通のその何ですか、こうなかなかセオリーをね用意されているレーンではないかもしれないと、うん、でもそれを持って生まれてきたのがもうあなたの使命やと、うん、もう大丈夫行きなさいと、もうそれしかできないと、うんうん、その感性ですかね、やっぱね、うん、その言葉をそこからね、這い上がっていったというか、まだね、どんどんやってるわけなんですけど、うん、うん、あの頃にやっぱ伝えてあげたいですかね。やっぱりね、僕もこう、幼馴染で、匠っていうね、人間がすごく大好きなんです。自分もやっぱりそこの16歳のその時とかと、すごく被るというか、ダブるんですよね、匠が言ってる話っていうのが。だからこそ、今でもこうやってね、お付き合いさせてもらえてるというか、はい、深い関わりを持ててるのかなと思うので、で今こう順風満帆ですごくいろんなもののこう流れが整っていたりとか、すごくこう綺麗に進んでいっているように見える匠ですけど、やっぱりそういうような苦しかったり辛いところも経験したからこそ今のこの、流れに乗るとかっていうことが分かる、違う道に行ったからこそ分かるっていうこともあるので、今そういうね苦しい思いとか辛い思いしている人がこのね今 YouTube を見ている人の中にもしいるのであれば、それも後々絶対聞いてくる、生きてくるっていう瞬間が来るので、うん、諦めずに、ね、しんどい時は止まってもいいと思うし、でもなんかこうまた充電できたら進む、また一歩進んでみようかなって思っていただけるといいのかなと思いますね。でもう一個、二つ目の質問、今までね、はい、こう人生の中でこうそれこそ辛い時とか苦しい時いっぱいあったと思うんですけど、そういった時にもらった言葉のプレゼントとして一番嬉しかった言葉ってありますか？この言葉かけられた時やばかったなというか、これパワーになったなっていう。ああでもね、結構ねこう起爆剤になったことで言うと、うんうん、その何でしょう、情熱的になるっていうことを、うん、というかその何ですかね、真剣になるっていうことを教えてもらった瞬間っていうのがあって、うんうん、あれは多分高校生の時ですかね、うんうん、高校生の時に何でしょうね、なんかこうまあ自分の中で打ち込みたい、打ち込んでいきたいっていう、うん、まあその年ボイスパーカッションとか音楽だったんですけど、うんうん、をやってる時になんかこう何でしょう、なんかなかなかこううまくいかないというか、うん、まあいろんな、まあ、出会いとかもあって、うんうん、なかなかこう練習が思い通りに進まないとか、うん、あったんですよね。うん、でその当時、大体例えば、苦しいわとか難しいなとかって言った時に、うん、ほとんどの場合がいやいや君だったら大丈夫、お前やったら大丈夫やとか、うん、こう励ましてくれる人の方が多かったというか、うんうんうん、どちらかというとそういう同じ立場になって見てくれる人の方が多かったんですけど、うん、その中で、こう自分が何かの多分ね大会だったのちょっと分からないですけど、惜しいところでこうダメだった時に、うん、こう何でしょう、やったけど無理やったわみたいなのを言った時に、うん、でまあガレー屋さんのバイトをしてた時の先輩なんですけど、うん、まあ仲良かったらいろいろ話すから、うん、言った時にこっちは何ですか、大丈夫やでとか、うん、支えてくれるってことですね、うん、要は頑張ったやんみたいな、うん、なんか違うかったんですね、うん、まあ、その時に言われたのがまあ、なんでか分からないですけど、泣きながら言ってくれたんですけど、うん、電話していいかと、女性の方だったんですけど、うん、言われたのが、いやあんたなと、もうそんな、こう、
男が要は叶えてもないのに、うん、こう無理やったとかできんかったとかいう話聞いてたらもうイライラすんねんと、うん、こんなこと言ってる時間があんねやったら練習したらって言うんです、うん、でそれを言われた時に、うん、カウンターパンチみたいな感じになったんですよ。確かに泣き面に鉢ってやつだね。要はあるじゃないですか、なんかね、うん、慰めてほしいね。そうそうそう、もうマジでさ、うん、みたいな、もうあれがこうでそうでとかって言う時ってあるじゃないですか、うん、人間だから、うん、絶対都合がいい時とか、うんうん、でもね、なんかやっぱりこう、うん、今でもそれ覚えてるんですけど、振り返れば、うんうん、その時に何だろう、こう言う必要がなかった、うん、その人は本来言わなくてもよかった、うん、もしかしたら言ったらこう何ですか、何やねんこいつってやったのかもしれない、うんうん、でもそんな言わなくてもいいはずのことを、うん、こう何ですか、まあ、本当まっすぐ言ってくれたんですよ、それを、うん。すごく言いづらいことだったんだと思うんですけど、本当にいろんな、こうね、うん、話とかもするようなあれだったんで、そう、でもなんかその時に、なんでしょうね、スイッチが入ったんですね。うん、やっぱりなんかそれが本当にその人のことを考えて、真剣に言ってくれる言葉っていうことなんだなと。うん、敬語を言うでもなければ、うん、甘えるわけでもないし。うん、無関心になるわけでもなくて、うん、なんかその本気に、人を本気にさせてくれる本当の気持ちに、うん、させてくれる言葉っていうのはやっぱ本音しかないなと、うん、だから本当のね音って書くと思うんですけど、うん、本当の音っていうのはやっぱりどん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 とかじゃなくて、やっぱり人の心に刺さるし、うん、あの時の言葉がこう情熱的になる、でそこからボイスパーカッションで、お仕事をさせてもらうようになって、まあ、あの専門学校にも、うん、ヤマハさんからお仕事をいただいたりとかしてたので、うん、うん、そうですね、なんかあの言葉が、だから、うん、同じように言われたときに、うん、自分も言うことがありますね。うん、若い子とかに、なんか俺でもそうじゃないですかとかこうじゃないですかっていうのを言ったときに、なんですかね、ちょっと火をつけるというか。そうそうそう、で絶対諦めたくないはずなんです、うんうん、自分の人生を諦めたくて言ってるわけないんで、うんうん、どこかで真剣にぶつかってくれる人を探してる、うん、本気で言ってくれて、本音で言ってくれて、本当に応援してくれる人っていうのを絶対探してる、うん、でその人にバチンって出会った時にもう何ですか、やめられるというか、うん、こう捨てるんですね、その瞬間きっと、うん、理想じゃない自分、そう生きたくなかった自分っていうのをバチンって捨てるんですと、何かしら、うん、そこからまた180してくるんですね。面白いなと思いましたね。その話は初めて聞いたかな、うん、じゃあ最後にもう一個質問していいですか。お願いします。まあ、今まで、まあ、学生の時と、まあ、こう社会人になってからっていう、まあ、2つの人生のフェーズがあるかなと思うんですけど、うん、この働き出してからの中のこう匠の人生を振り返ってもらった時に、これはすごい印象的やなとか、自分の中でなんか刺さってるなっていう出来事やったりエピソードがあったら一個なんか教えてほしいなと。なるほど、あります、いくつかある、うん、いくつもあるんですが、うん、強いて選ぶ1個だけ、はい、めちゃくちゃおもろい人がうちの店にやってきた時の話、うんうん、いやなんかね、たまに、いや人間じゃないなっていう人がいるこれ例えばね、僕お会いしたことないですけど、バリの兄貴だったりとか、うん、岩沢翼さんとかだったりとか、うん、こうなんていうんですか、ね、こうローランドさんも多分そうだと思うんですけど、うん、なんかちょっと違うんですよ、うんうん、なんかね、まあ、そういうの人間でオーラとかって言うと思うんですけど、うん、なんかね、その人は、中村翔平さんっていう方で、うん、初め全然知らなかったんですけど、うん、震災橋の屋上のレンタルスペースで、レンタルが入らなかったらうちはカフェ営業する、カフェ営業してる、うんうん、そしたらね、SP みたいなボディーガードの人2人ぐらい連れてカフェに上がってきたんですよ、うん、でそんなはずないんですよ、うちエレベーターないので、うん、こんなはずないんですけど、うん、階段で SP2 人連れて上がっていいんですよ、一元さん、うん、で SP がこういるわけです、うん、守る必要なんてないんですよ、うちの場合そんなはずないってこないんで、うん、屋上でしてエレベーターなんで、うん、
目的ない人入ってこない、うん、でなんかすごいなので、でもすごいね、うん、後々分かったことなんですけど、うん、ね、本当いろんなことをされていて、新道頓堀にたこ焼き屋さんを、フランチャイズオープンさせた時も、うん、阪神タイガースとかヤクルトスワローとか、うん、東方神起、うん、ビッグバン、嵐、うん、お花届いてたんですよ。たこ焼き屋さんですよ、うん、今僕持ってるんですけど、うん、その写真の、いや一個のたこ焼き屋さんにそんな花届かないはずなんですよ、うんうん、確かに。で僕もその時にでもなんかこの人人間じゃないなってのが分かったんで、うん、一回言ったんですね。一回ちょっとご飯行かせていただいて、うん、で行かせてもらった時に教えてもらった話が、若いんですからね、たくちゃんなと、でこういろんなことでこう頑張ってるとかいろんな風なことをいろんな人もしてると思うねんけど、うん、頑張るだけ汗水を流すだけでは超えられない壁っちゅうのがあるんやと、うん、おお、それは何ですか、翔平さん。うん、んなそれはどんどん気になるぞっていう話。そしたら教えてくれたのが、人間っていうのはなと、たくちゃん。3つ通帳を持って生まれてくる。うん、で1つは得、お金の通帳や、うん。これはみんな目に見えるかみんな知ってるやろう、うん。その他にも2つ通帳があると。うん、でそれは、得の通帳と罪の通帳やと。うん、で、得の通帳っていうのは、人にいいことをしたり、人を喜ばしたりしたら溜まっていく。うん、罪の通帳ってのは人に悪いことをしたり自分自身が悪いことをしたりしたら溜まっていくと、うん、徳の通帳っていうのは、うん、がまあ2つあると、うん、これは陽徳と陰徳というのがあると、うん、でこれは、どん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 溜まっていくと運が良くなっていったりとか、うん、悪い人が寄ってこられんかったりする、うん、で罪の通帳っていうのは、どん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 溜まっていくと初めのうちは、7段階あって初めのうちはこう転職が見つからへんとか、うん、パートナーが見つからへんとか、うん、どう、どん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 、こうね、こんな道進んだらあかんでって何回メッセージを出すんやけど、うん、それが、こうピークまで7階層まで行ってしまうなと、確かにそれ人って早死にしてまうねと、うん、せっかく産んだったのに、うん、その才能な逃かせへんねやったら、うん、これはもう次に期待するしかないなって話になったわけ、うん、だからな、稼いだらええんじゃないと、うん、仕事いい仕事だけをしたらええんやないと、うん、世話になった人も大切にせなあかんし、ついてきてくれた人らにも、うん、臭い飯食わしたらあかんしと、うん、やっぱり期待をかけてくれる人らの期待を裏切るようなことをしてもいかんのやと、うん、でそれらを全部叶えることを完璧にはできひんわけなんやけど、うん、それが起こった時の分かれ道っていうのはたくさん積んできた徳の量で決まるから、うん、これはお金の量ではどうにもならへん、うん、だから生きている間に親孝行せよとか、うん、お世話になった人にお返しせよとか、神仏に感謝せよとか、うん、だからそういうのが、厚みに変わっていくんやでって話を聞いて、うん、なるほどと、うん、これは大事やなと、うん、いうのを聞いてから、徳ってなんだろうとか、うん、見えない世界ってなんだろうっていうのをやり始めたかな、うん、やっぱり匠の話でこうやっぱり貫かれているのは、目に見えるものも大切に、だから目に見えないものを大切にしようっていう人もいると思うんですよ。こうバランス的に目に見えないことが大事なんやでって。でも匠の話って目に見えるものも大事やねん、厳密に言うと、はい、目に見えるものだけを追いかけたら絶対病気になる、うん、で目に見えないものだけ追いかけても絶対病気になるようになってる、うんうん、なんでかというと、人間にはもうそもそもそのバランスがあるので、うん、目に見えるものと見えないものがセットであって、うん、いわゆる霊長類やから、うんうんうん、そう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 、不自然だから、そう、だからやっぱり両輪やから片っぽが止まるとやっぱり動かないし、だから綺麗にこう両輪でこのバランスを取ってまっすぐ進んでいくということが大切やっていうこと。でも世の中どっちかだけの人だったりするよ。うん、でも言うよりも天からしたら、いやいや、間違えてますねみたいな。その道行ったら、ほら、カタリンが言うて、いろいろアクションするから、違う違う違う言うて、いや、そんなはずないで進むから、ほな、もっと大きい事故見したろか、言うて出てくれるのに、ね、うんうん。確かに。いや、それがね、なんかこう、目に見えない方が、やっぱりこう、目に見える方が、目に見えないものより目に見える方が分かりやすい、どっちかというと、うんうん、だからこっちにすがりたくなるし、で目に見えるものを追いかけた結果
結果が出えへんかったら目に見えないものが大事なんやってこっちばっかり言っちゃう人も多いし、だからやっぱりこっちのバランスがしっかり取れてるっていう人はやっぱり会社っていう経営をうまく回せたりとか、家族っていう家族経営がうまくできたりとか、人間関係の、友情の経営がうまくできたりとかっていうところやと思うので、うん、なんかそういうことなのかなって思いました、今日の話を聞いていて。はい、まとめるとそれが資本主義ってやつやな。その資本主義や、うん、資本っていうのは目に見えるもん、うん、資産っていうのは目に見えへんかったりするわけや、うんうん、だから資本っていうのになりすぎると目に見えるものだけにいっちゃうから、これにいった会社とか経営者さんっていうのは、うん、資本っていうのがなくなった時にはもう会社潰れとんね、うん、うん、いやー深いいい話ができました。では最後に、はい、このフレンズアイクのセカンドエディションではですね、次のゲストさんを決めるのをちょっとあのゲーム感覚でゲームの要素を入れていこうかなと、うん、そんなやつや、はい、でルーレットっていう形でやるんですけど、今回ちょっとルーレットが出ないかもしれないんですけど、匠の方からキーワードをいただいてるんですね、はい、でそれを今僕手元に持ってるんですけど、はい、僕の中で、はい、こうドンときた2つあるんですよ。ちょっとまだ決めきれてなくて、その2つをどっちにするかを今匠と一緒に決めようかな。なるほど。1個が、はい、マグロ。マグロ、おお、はい、なるほど。で、もう一つが、はい、炎。炎。この2つのキーワード、どっちかで次のゲストさんを決めようかなと思ってます。なるほどですね。はい。なるほど。これはですね、はい、まあ、非常に難しいところ、はい、面白い方ではあるんですが、はい。まあね、匠の方で今、まあ、炎とマグロって聞いたときに、どっちが来ました？マグロっす。あ、マグロ。マグロマグロ、うん、はい、じゃあいやもうマグロ、はい、なんね、うん、マグロだね、うん、僕もいや正直言うと炎よりもマグロの方が来てます。あのね、なんかね、もう一瞬で終わりますよ、もう一瞬で終わりますよ、はい、やっぱね情熱ってすごいんですよ、うん、本当に、うん、マグロってなると思うんですけどもう本当同じようにいろんなミルク出してきた人見てるんで、ボードゲームってとか日本酒ってみたいな感じで、うん、もう好きすぎると求心力がすごいんですね、うん、これでこの、ね、方は、今ねマグロを中心とした居酒屋さんと那智勝浦の、はい、マグロをね卸しをされてる、おかみなんですけども、うん、お子さんもいらっしゃるね、うん、おかみなんですけど、いやすごいっすね本当に。まあ、あのぜひ会って魅力がねあるんですよ。僕多分アフの10周年記念パーティーの時にマグロをごちそうになってるんですよね。ああそうですね。でちょっとお話をさせていただいたんですけど、やっぱりこうねそのマグロの料理とかっていうことでお忙しくされていたので、その時あんまりお話はできてないんですけど、もうねすごいんですよやっぱりね。うまい、あの美味しい、うん、本当に、うん、こういろんなマグロカツとかね、あのマグロカツバーガー食べたことあるんですけど、うん、もうこの人マミーのねお店のマグロカツとマグロカツバーガー一番うまいんじゃないですか。これ本当に、うん、あのグルナビがなんかのサイトにももう1位で載ってたんで、うん、本人本当あっけらかんとしてるんですけど、うんうん、ぜひぜひ、うん、はい、じゃあ次回の、はい、フレンズハイクセカンドエディションの2回目のゲストは、はい、マミーで。わかりました。決定でよろしいでしょうか。わかりましたって僕が言っているのがわかりました。大丈夫でしょう。またこれからね、アップを取っていくって言ったところなので、で、ね、次回は、匠も一緒に。あ、そうですね。はい。3人で、で、僕の方の友達で、ちょっとこう、つなぎたいなと。人を、目星をつけて読んで、4人で、はい。ご縁をつなぐというフレンズハイクをあのセカンドエーションでやっていきたいと思いますので。なるほど。はい。だところですね。なので次回の、放送は、ちょっと待ってね、6月の2日。もうほぼ1年ですね。6月3日。去年の6月3日始まったので。なんと。はい。1年の時にはマミーが来てくれると。来てくれると。言ったところですけど、ということで6月2日、一応たくみくん、たくみと、僕とそしてマミーとあともう一人僕のお友達を、呼んできて4人でフレンズハイクしようと思ってますので、ぜひ皆さん
はい、来週の8時に会いましょう。さようなら。ありがとうございました。ことを否定されたみたいで、味方がおらんくなって居場所をなくした。フレンズハイク出ていただいていかがだったでしょうか。あ、そうですね、なんかやっぱり人生を振り返る、うん、振り返らさせていただく、うんうん、ことってそんなになかなかないと、あんまり過去のこと話すことないので、うん、なんかねすごい自分のターニングポイントとか過去を思い出させていただいて、うん、すごい機会になりました。なんかね、お役に立てることがこういう人生背景の中であればすごく、うん、嬉しいと思うので、いい機会を与えていただいて本当にありがとうございます。おー、こちらこそです。で、なんかこうね、フレンズハイクを見て、例えば中高生とか、それこそこうね、子育てをしているこう保護者の方とかで、あ、このたくみさんのここの話めっちゃすごく刺さったとか、ちょっとたくみさんとお話してみたいみたいなやったら、ぜひね、なんかこう DM とか送ってもらって、なんかこうコミュニケーション取ってもらえたらな。はい、で、僕の幼馴染ではあるので、僕の方に連絡いただいてもつなぎますんで、はい、もうぜひね、こういうなんかこう一期一会というか、こういうご縁から何が始まるかわからないんですよ、本当に。僕もすごく苦しんでた時に巧みに、また再会して、その時にすごくいろんな言葉をもらって、僕もそこから復活できたのがすごく思い出されました今日巧みがいろんな話をしてる時に、僕もそれがこう走馬灯ように蘇ってきてました。そうですね、いいですね、この振り返るっていう面白いなと思って、こうね、1回目のフレンズハイクっていうのがナイカさんから始まって、あ、2回目の、フレンズハイクが今度は旦那さんになった匠からスタートするっていう、中川家さまさまの水曜日版です。